7月8日丸亀町グリーン欅広場で行われたジュビロ磐田線パブリックビューイングの様子をお送りします。パブリックビューイング蒲田マーレサヌキ vs ジュビロ磐田、ただいま会場となりました。石井健太選手よろしくお願いします。はい、関原涼雅選手です、よろしくお願いします。もし自分が女性なら蒲田マーレサヌキ選手の中の、誰と付き合いますか？高橋豊選手。あ、もう豊選手、はい、これなぜゆえに？いや、めっちゃいいパパっすよ。パパなんかめっちゃいいパパっす。めっちゃいいパパ、はい。まあ、お子さんがね、2人でしたっけ、はい、女の子いらっしゃるということですけれども、はい、いいパパ話なんかありますか？いや、なんか、いや、まあ、一緒にいて、家族4人でいて、めっちゃ楽しそうです。木島選手、過去36、これ余計なんじゃないの？これ別にいいんじゃないの？一応書いておきました、ね、一応、これなぜゆえに？いやー、なんかかっこいいですよね。あ、もう佇まいとか、はい、なんかこう仕草だったりとかですか？そうですね、はい、ほうほうほう。結構一緒にいるんですけど。 あ、そうなんですか？はい、ほうほうほう。あ、次、あ、逆に絶対消えたくない選手。はい、どうぞ。あ、あと、エブさん。はい、絶対でしょ。エブさん、なんで絶対ってことないよ。いや、もう絶対ですよ。エブソン選手、私に会ったらいつもウィンクしてくれますよ。そういうとこも、そういうとこも。あ、そういうとこだとむしろ嫌だ。ていうか、めっちゃ適当っすからね、あいつ。マジで、みんなが思ってる以上に適当なんで。そう、山本翔平選手なんで、でもなんか分かる気がするのはなんでだろう、なんで？ケチ。ケチ？ひどい、これ悪口じゃない、大丈夫？大丈夫？すごいケチ。え、ケチエピソードなんかありますか？お金すごい貯めてる。もういいパパじゃん、それは。それでいいパパじゃん。さらに上手くなってる。はい、もうみんな分かる分かるということですけども。あ、分かる、お二人も分かる分かる。本当に上手くなってるし、走れるようになってるし、うん、はい、で、先日練習にお邪魔した時にアンドレア選手に、うん、本当に上手くなってるね、うん、走れるようになってるし、すごいねって言ったら、うん、まだまだダメです、私まだ0得点です、まだまだ頑張りますっていう風に言ってたんですね。あ、なんかちょこちょこモノマネを挟むのがなんかちょっとコーチっぽいですけど、わかりやすいです。そのなんていうか謙虚さっていうのが彼の成長に、成長につながってるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。ね、あの今までのパブリックビューイングとはなんかちょっと違う、一味も二味も違うみたいな、すごい。乗ってる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 。そしてこの選手の冷ややかな目線。西田コーチありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がってまいりましょう。また行くぞ、勝つぞ。